では次、斉藤さん。はい、すいません。はい。ですね、ちょっとこれ、本当の話、本当の話、はい、真面目な話。ちょっと共同親権のことがもう12月15日にパブリックコメントで、本当にですね、これで変えないと、この私が言ってる、この実施部会というのも、誰も何のこっちゃっていうことで。ただ、これですよ。パブリックコメントにもう出たんですか、今出してる最中だけど。あ、出してる最中なんですね。反対派っていうのがいるんですよ。これも利権で。邪魔してて、まあ、なかなか進まないんですよ。これ単なる、だからなんていうの、利権っていう利権を通り越しちゃって、家族解体してるんで、これも戦争のスタイル変えた一種の、まあ、っていうところまで考えますね。まあ、なんで、そうですね、ご協力をいただきたいっていう感じ。共同親権、パブリックコメントが出たら、そこに、コメントをするということですよね。そうですね。ね、だから、ちょっとまあ今、ちなみにパブリックコメントのご存知ない方のために、まあ、何かその法律の変化をさせるって言ったときに、必ずその政府がパブリックコメントというそのサイトに投稿してですね、何をどう変えるかっていう提案が出るわけなんですけど、それは一応形上を国民に聞きましたっていうのがパブリックコメントっていうところで、だそういう意味で、そこに対してですね、まあ、意見を問われたときに、その法案、ね、変えることに対して、コメントを、投稿していくっていう。まあ、それがね、実際に、実現しやすい、その、方法ですので。まあ、そのね、今、斉藤さんが、パブリックコメントのね、ところで頑張られているということなのでね、まあ、ぜひ、一回出てきたときに、それね、皆さんで考えていただければと思います。いいですかね、斉藤さん。ある日突然いなくなりますからね。はい。娘と、電話すらできませんから、2年間、今。本当にね、しんどいですよね。本当しんどいですよ、これ。はい。皆さん、頑張ってください。はい、よろしくお願いします。はい。柳本さん。